ウンドロサウルスは、ジュラ紀後期のフタルモサウルス科に属する魚流の属、ロシア西部から知られる。なお、赤レベルでの分類学上の位置には、諸説ある。ウンドロサウルスは、模式ユ有ゴーレディスチェンシスの模式標本が、発見されて、初めて知られることとなった。模式標本は、部分的な頭骨を含む、立体的に保存された、骨格アップ MEP2-20 であり、 ゴーレディッシュに位置するボルガ川の付近にある、イピバーガーキッツに基地にアモニドゾーンから発掘された。第2の種である、ユートローツッコールディは、モスクワ州マニルニーキーから、左側の前ビレの断片が発見され、アーカンゲルスキーと NG スバーコブが2014年に、記載した。マイシュトマッキーは2000年の論文でウンドロサウルスを、オフタルモサウルスの種として扱ったが、ストロスらが同年に、 教本の葉の形態に基づいて、これに反論した。クリス・マクゴワンと、モタニ・リョウスケは2003年の論文で、完全には、座骨と恥骨が融合していないこと、そして死列が大きいことを、オフタルモサウルスとの明瞭な際として指摘し、ウンドロサウルスを、オフタルモサウルスかの有効な属と考えた。ウンドロサウルスが有効であることは、 数多くの論文執筆者が認めており、最初にシノニムであると提唱した、毎週までもが2010年の論文で認めている。また、2019年1月24日に公開された論文によると、スワールパル諸島から発見されたクレオプテリギウスの、模式種クライプタージアス・クリスティアンセニガウンドロサウルスの模式種ユーゴーレディスチェンシスのシノニムに当たることが、 前足をはじめとする形態学的特徴から示唆されている。上腕骨は前後方向に伸びた、筋位端、発達していない、天使後配、縮小した三角筋量といった特徴が、尺骨は元炭速に伸びており、軟骨外骨化は起きていないという特徴が挙げられている。オフタルモサウルス化における位置づけには諸説あり、決着はついていない。 2017年のケールハウヤの研究再論文では、オフタルモサウルス赤とプラキプテリギウス赤が分岐する、前に枝分かれした基盤的な属とされている。しかし、全子の構造がクリオプテリギウスやパラオフタルモサウルスに類似していることから、アーカンゲルスキーが執筆した2014年の論文では、オフタルモサウルス赤に分類されている。ニコライ・ジースバーコブによる2019年の論文では、 上記のクリオプテリギウスの模式種とウンドロサウルスの模式種がシノニムであるとした上で、プラティプテリギウス赤に位置づけられた。ウラジミール・エム・エフィモフが1999年にウンドロサウルスを命名した。模式種は、ユー・ゴーレディス・チェンシスであり、模式標本が発見された、地名、ゴーレディッシュにちなむ。ユーとローツ・コールディは、 本種の模式標本の化石を収集し記載した地質学者 H トローツコールドを称えたものである。ありがとうございます。